17日本の3分の1韓国5円の実践法人税の税率が日本は 36% 違う韓国は 24%、12% も違う。もう結果は分かります。これだけの反旗を背負ってですね、頑張ろう頑張ろうと言ってもね、それは掛け声が多いんです。ですからその反旗をですね、一つ一つ軽くして2つのことをやらなきゃならないと、こういうことであります。どうするんだということですが、原発1基は約100万キロワットですから、新しいエネルギー、太陽光、風力、地熱発電、小水力、バイオマス発電、こういう新しい電力を100万キロワットを我々が作ることができたら、1基ずつ原発を控えていくと。じゃあ先は見通しは立つのかということですが、立ちます。地熱発電、我が国の地下の汚染量が10年ぐらいの調査がありましたが、2350万キロワットあります。原発1基100万キロワットですから、原発23基分もあります。23基分。それからもう一つは風力、意外と大きいですね。風力発電、今我が国では風力がちょうどね、2000基超えています。460箇所で2000基の風力発電を超えています。これが250万キロワット、原発2個半ですね。それから今、風力発電で、申請中が625万キロワットあります。まあ、原発6基分ですね。まあ、合わせて8基分少々。地熱が23基ですね。31基。間違いなく原発31基分のですね、しっかりとしたですね、電力を我々も国内の中に所有しているとこういうことであります。東日本大震災、それまでにですね、原発は我が国の総電力量のちょうど3割を占めていました。それが全部ストップしたもので、この原発の3割の分がそのまま火力発電の方にシフトしてます。火力発電は6割だったのが、今はほぼ9割です。我が国の全電力量の9割が火力発電に依存しているわけです。そして、その火力発電の燃料は、外国から輸入する石炭であるし、また、LNG、液化天然ガス、原油、この燃料代が37銭。いや、もう新聞テレビも報道したように4兆円だと、こういうことなんです。その4兆円のこの燃料代がそのまま家庭の電気料金にきれいに割り勘で乗っています。工場用もそうです。ですから工場用の電気料金が東日本大震災も以前に比べまして3割工場用電気料金が上がりました。